北東大地広いは静かな水から2つの大きな山です。その北に広がるのは坂東太郎の大都市だ。江戸時代に大きく流れを変えた水の流れ、和光寺の流れ、そして我々祭り好きのこの獅子雄の流れ、お聞きください。北東流れ打ちです。